熊谷とアクアリアのアニクエラボ、はい、始まりましたアニクエラボ第8回、はい、みんな探求してる。はい、というわけでこの番組は日々新しくなっていくアニメと漫画の世界を探求するために集められた3人の探求者たちによる番組です。ぜひ皆さん一緒に探求していきましょう。さあ、まずは探求者を紹介していきましょう。どうぞ。一番端から。はい、今朝は博多豚骨ラーメンズを見てきました。熊谷美咲です。そういう、そういう入りか。はい、じゃあ何見たっけ今日。知らないよ。一緒に暮らしてないから知らないよ。そうですね、なぜか今頃マクロスデルタを見てきた天海あかねです。よろしくお願いします。ちょっと待って、私今日ミヤネ屋しか見てないんで。誰今日テレビ番組ミヤネ屋しか見てないんで。そっちでも。あ、そう、ミヤネ屋を見てきました。昼なんですからのミヤネ屋を見てきました。アクアリアの遠藤マリエです。よろしくお願いします。お願いします。はい、番組説明お願いします。今言っちゃったじゃん。言っちゃったよ。はい、では私がもう一回いきます。はい、この番組は日々新しくなっていくアニメの世界を探求するために集められた3人の探求者たちによる番組です。勢いで言っちゃったんだ、はい、そう言ってたよ。はい、というわけでこの今ね自己紹介した3人で、ミジサーのみんなで、はい、みんなで探求していきますので、はい、ぜひね、コメントどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。はい、で、今ここ高田のババジェットロボットで、はい、ジェットロボット TV 内のアニメチャンネルとして、うん、はい、毎月お送りしているんですけれども、はいはい、こちらユーストリームと、はい、アクアリアのショールームから、生放送配信をしております。はい、ユーストリームでご覧の方はツイッターから、またショールームでご覧の方はコメント欄から、はい、それぞれメッセージが送れるようになっておりますので、はい、ぜひぜひ共感した内容とかあればどんどん送っていただけると切実かそんなにそんなに求めてる。探求って言ってくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、我々の応援コメントとか、はい、いただけると、励ましのコメントとかいただけるととても、はい、落ち込んでたの。ちょっと寂しかったの。はい、いつもはですね、なんか MAMC がおすすめのアニメを紹介して、はい、それでクイズやりなんだりなりするんですけれども、はい、本日はですね、なんだっけ、4月に入りまして、はい、新しくアニメがまたまた始まっていくということで、はい、ちょっとね、総ざらいしていこうかなという。そうです、うん、新年度スペシャルです。春のアニメ祭りと題しました。はい、はい、というわけで、ですね、前回の、星様ありがとうございます。ありがとうございます。前回のアニメの方ですね、はい、2018年の冬アニメですね、うん、1月に私たちスペシャルで紹介させていただいたんですが、はい、みんなランキングとか覚えてる？はい、そうですね、期待度ランキング。そう、私たちが期待度ランキング、期待度でナンバー3を上げたランキングを、うん、もう一回おさらいしていこうかなと思うんですよ。はい、というわけで、はい、前回のやつお出し、はい、早くお出し、はい、怖い、早くお出し、な、共感、なんか S の女王みたいな、早くお出し、なんか今日からキャラ違うよね。はい、ダダン映ってる。これがまず始まる前の、そうですね、私たちの名前度ランキングなり、あらすじを見て、はい、面白そうだなと思った期待度ランキングをそれぞれ出してきていますね。はい、はい、というわけで、うんうん、この今期を見て、うん、私たちがいかにこう心が映っていったのかを見ていきましょうということで、はいはい、じゃあ、それぞれ出していった方がいいのかな。そうだね、じゃあ、ね、じゃあまず美咲ちゃんから。はい、じゃあ、最終ランキングですね。最終ランキングですね。ダラ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 、じゃん、ダン、ダダーン。はい、3位、全然違くなってるよね。はいはい、3位、学園ベビーシッターズ。はい、2位、バイオレットエヴァーガーデン。はい、1位、エミヤさんちの今日のご飯だろうね。私もそうだろうなと思ってた。思ってた、思ってたよ。私利私欲が、いや、あれなんですよ、うん、最初の1位になってた、はい、カードキャプターさくらは、うん、もはや殿堂入りということで、あ、なるほど、すごいね、この上に、この上に、あれ、いますね、いる、はい、もういる、さくらちゃんはもう可愛すぎて、うん、心の中にね、殿堂入りしてる、うん、もう天使なので、しょうがない、心の象徴みたいになってるから、そうですね、毎週毎週心打たれてるアニメだから、そうなんですよ、いや、もうただの癒し、ただの癒しじゃないのか、じゃ他のやつは何なんだじゃん、全部、あんまり、癒し癒しに挟まれてるものだね、癒しで挟まれ、1個だけちょっとなんかね、そうそうそう、なんか殺伐としたやつがあるけど、ね、心をえぐってくやつが、私も好きだった、うん、すごいハマって見てる、こ
これ、うん、バイオレットバーガー、ね、バーガー、いやめっちゃいいです、うん、これは、うん、あの本当に自分があの冬アニメの期待度ランキングの時に、うんうん、あの紹介してすごくあのこれは絶対面白いだろうと思って、うんうんうん、あの勧めさせてもらったんですけど、まさに、うん、期待を裏切らなかった、期待を裏切らず、なるほど、いや最高ですね。まだ最終回のラスト3話くらいはちょっとまだ見れてないんですけど、うん、いやもう本当毎回涙涙で、うん、やばいですね。じゃあそれも ね今後ねこの番組できっと紹介されていくかもしれないということで、皆さんお楽しみにお願いいたします。じゃああかねちゃんお願いします。はい、はい、あ1位の紹介しなくていいの？1位？あ、する？だってこれもさだって今さ、タイトル出しただけでいいの？だってこれもだってそのうちやるんでしょ、きっと。いやまあやると思う、多分やると思う、うん、あのね、エミヤさんちの今日のご飯はねじゃ飛ばそっか話し始めると長いかなって思ってちょっと飛ばそうかな。これはあの、はい、ネット配信の番組なんですけど、うん、いやあの自分まさかね、自分でも入れると思ってなかったあの見たら思った以上にあのすごくそうだよ、最終的にその話しかしなかったじゃん。そうだねさきちゃんもなんだかんだここに話が行き着くみたいなね、そう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 ぐらいハマってたよね。そうハマってて、うん、あの実際にここにあの料理のねあの話なんですよ。そうそうそう、あのでしかもあのもともと原作はフェイトから来てて、うん、あの最初のあの段階で自分があのフェイトゼロのあの話をしたと思うんですけど、そのフェイトゼロもあのまとめたフェイトシリーズの、うん、あのキャラクターたちが、ね、出てきて、このボのご飯を作るやつね。そうなんですよ、うん、あの本当に平和なんですよ ね、 そうだね、フェイトを好きな人には、そうこんな世界があってたまるもんかみたいな完全にパラレルワールド、そうそうそう、これを信じてしまったらあの本編が辛すぎて見れないっていう人もいる。あ、じゃあこっから入っちゃうと辛いと思うね。そうそうそう、こっから入っちゃうと辛い、うん、でも本当にあのこれはあの実そのエミヤ君が料理をする番組なんですけど、うん、あの実際に料理を作るぐらいすごい、そう、癒されました。美咲ちゃん家に遊びに行ったら美咲ちゃんがここで出た料理を作ってくれるっていうですね、美味しかった、いっぱいもてなしましたね、すごい美味しかった、ありがとうございました、そういう意味でもありがとうございました、ありがとうございます、ね、美味しいいただきました。あとあの、はい、学園ベビーシッターズはもう本当に癒されるね、癒しでしかね、可愛かったね、アニメですよ、はい、本当に可愛かった、はい、可愛かった、はい、子供たちが、はい、はい、というわけで、まあ、そんな感じではい、ちょっとざっくりですが、はいはい、ではあかねちゃん、はい、私のまず前回のがこちらですね、はいはいはい、まあ、1位がバジリスク、まあね、1位は気合の入り方が違うんですけど、そう、ね、2位が博多豚骨ラーメンズ、はい、3位がオーバーロード2、はい、ということで、はい、で実際見てみて、いやですね、こちらなんですけど、じゃん1位ポポテビーク、2位からかい上手の高木さん、3オーバーロード2、からかい上手ね、戦い上手って言ったらしば戦ってねえよ、からかい上手だよ、ごめんなさい、だいぶ違うぜからかい上手と戦い上手ってだいぶ違うぜ、ごめんなさい、びっくりした、ごめんなさい、すごいかっこよくなって、そんなハードな話だったかなと思ったよ、ちょっと武闘派な一面が出ちゃったね、高木さんびっくりだぜと思ったけど失礼しました、はい、というわけでもうちょっとね、この1位はやっぱり気合を入れて、そうね、色までちゃんとちゃんとしてるでしょ、ちゃんと頑張ったの、お粗末ネタを入れないんだよ誰もお粗末って書いてないんだから、お粗末ネタ入れないんだよ、いやもうだけど2クール目のやつは基本外しました。あ、まあそうね、うん、それはあるよね、で、うん、あのさっきの博多豚骨ラーメンズとかもうすごい書こうか迷ってたんですけど、うんうんうん、ちょっとあの、また2期がやってくれそうだなって、ちょっとあの何だかな、このオーバーロード、ね、オーバーロード2がちょっとさっきもね、うん、実は裏話的な感じでなるんですけど、うん、すごく面白いんですけど、本当伏線で今ちょっと終わっちゃって、うん、きっと、この1期目がね、そう、うん、2期も当然やるんだろうな、早くやってよって意味でこう3位に入れました、ね、すごくいい出来で、こっからが本当に面白くなる本編なので、うん、ぜひちょっと見ていただきたいなっていうのと、うん、2位のこの進めてるはい、はい、からかい上手の高木さん、うん、これはもう癒しでしたね、これではね、高木さんが実際にいたらいいのにっていう大、うん、男性陣の声がたくさん上がった、そう、あとね、女子もね、なんかこの、うん、すごいね、あざとくないのに、うん、すごい絶妙なラインを攻めてくるっていう、うんうんうん、あのね、ぜひ見習いたい、こうなれたらっていう高木さんのようになりたい、あ、そう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 、ね、すごい良かったので、うん、あとね、エンディングとかもすごいあの良くて、うん、昔のね、ちょっとポップスなんかをカバーして歌ったりしてるので、うん、まあいろんな世代の方が楽しめる番組になってました、うんうんうん、なるほどね、はい、で1位ポポテビビック、うん、はい、よくツイートにね
流れてたと思うんですけども、これツイートね、ツイートに、ツイート、うん、これね、ツイートって聞こえると何をツイートしたのか、ツイートだよ。でもなんかツイートね、ツイート、ツイッター、はいはい、これは正直全く期待してなかったので、ポテピピックはもう、浸透したよね、なんかね、そうですね、世界を凌駕した、揺るがしたあのアニメ好きじゃない子たちをみんな見てたんじゃないかぐらいの、なんだろうな、物語性とか何もなくて、ただ本当に声優さんのアドリブ推しっていう すごいなんかこうやりたいだけな番組だったんですけど、見てない人にはあれなんですけど、はい、あの30分番組じゃなくて、ね、A パート、うん、B パートと私たちが言っている、はい、あのその前半と後半のパートがあるんですけど、ね、まあ、12分3分くらいの うん、それをあの A パートを2回やるっていう、再放送と称して同じものをもう一度やる、でも声優さんは変わる、声優さんを変えて、声優さんだけ変えるっていう、また新しいアニメの作り方をやってくれたなっていうのが、ね、そうなんですよ、うん、なのでこれはもう、まあ、アニメ好きから、うん、普通のギャグ好き、あと声優さん好きとか、うん、まあ、いろんな方が楽しめるものだったんじゃないかなっていうので、毎週毎週さ、声優さん誰が来るだろうってみんなで予想とかね、そうなんです、なんでちょっとこの、うん、まあ、予想外だったっていうところで1位にしました。超私が押してたよね、そう、めっちゃ押してた、騙された、みんなポップティピック見てくださいって言って立ち上がってた、立ち上がってだって最初勧められた時に全然見る気なくて、そうだって、そうだね、ひどいんだよ、うん、分かった、見るね、絶対見ないと思ったのにまたなんかこんな感じで見る見るみたいな、数週間経ったら一番ハマってんの、ね、言ったべね、ちょっと一緒に歌おうみたいな言ったべみたいなはい、そんな感じで、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、はい、マリエタの遠藤は、はい、第3位までこんな感じだったんですけど、うん、はい、3位が波及方針演技、うん、2位が学園ベビーシッターズ、1位がカードキャプターさくらクリアカード編でした、はい、はい、じゃあどんな風に変わりましたか、誰もドラムロールしてくれない、私の時ダン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 、1位、あ、じゃあ3位、恋は雨上がりのように、2位、カードキャプター桜クリアカード編、1位、ポプテピピック、はい、同じだね、うん、私が勧めたんだよ私がいいって言ったんだよそうですはい、そうですね、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、こんばんは、はい、はい、3位の恋は雨上がりのようにはですね、うん、え、何、いや、よかったでしょって何良かったでしょってだって、なんで見ないのって、いや、見てた見てた、初めから撮って見てました、え、一応あの騒いでなかっただけで、揉めないで村上ですねまあ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 、まあ、あのね、はい、すいません、女子高生がですね、45歳のおじさんに恋をするというですね、うん、なんともファンタジックなお話でございまして、うん、とても綺麗なお話でございました、うん、はい、2位はカードキャプターさくらクリア、そんな巻いてんのもうちょっと時間あるからすっごい巻いて、あの、ね、横浜が舞台になってて、うんうん、すごくなんだろう、街並みがすごく綺麗なんですよ、うん、あの女子高、背景がすごい綺麗ですね、そう、女子高生の新鮮な目で見た綺麗な横浜っていう感じで、うんうん、桜木町そうそう、でなんかね、桜木町駅っていうか横浜とコラボレーションをしてたので、うん、ちょっと私も横浜に行ってですね、その場所に行ってみたりとかしてた、うん、聖地巡礼を、はい、聖地巡礼してきました、うん、すごく良かったです、うん、図書館とかね、思い出の場所とかをなんか、あきらちゃんっていう主人公の女の子がいるんですけど、うんうん、まあ、その子と一緒になんか巡ってるみたいな気持ちでね、うん、とても新鮮な気持ちになりました、うん、はい、第3位がですねカードキャプターさくらクリアカード編、まあね、もう1位も2位も両方とも言ってるから何とも言えないんだけど、いや、もう殿堂入りしちゃったからななんかカードキャプターさくら、前回のその予想で1位に私してたんですけど、ね、うん、2位に今してるのはポプテピピックがちょっとあまりにも強烈すぎたっていうのがあったんですけど、うん、想定外だったもんね、そうそう、想定外、ポプテピピックはあれだよね、あ、うん、賛否両論が絶対出る、そうね、そうだね、うん、でもなんか頭おかしくなりたい人にはおすすめみたいな、最高のクズアニメだったなんかね、こうモヤモヤがどうでもよくなる感じそう、なんかこれ見ると1週間元気でやるみたいな、うん、そういうなんか大事、そう、なんか麻薬的な何かがあった、やる気を出してくれる、うん、ね、そうで、カードキャプターさくらなんですけど、ちょうど私仲良し世代でですね、うん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 、ちょうど漫画も読んでたし、アニメのその放映とかもマジリアルで見てたっていう世代だったので、うんうん、なんだろう、期待をして見てはいたんですが、なんか期待をこう上回る出来でですね、うんうんうん、なんかなんだろう、あの時代から結構何年も経ってるはずなのに、なんかもうそのまま続きを私たち見てるみたいな、うんうん、なんかよくわからない時代錯誤になって、うんうん、私今いくつだったっけなみたいな感じにさせていただいて本当にありがとうございます急に時代背景も、ね、
現代っぽい、そうそうそうなってね、うん、みんなスマホ、スマホとか使い始める、急にグループラインし始める、そうそう、あれ LINE とかしてたんだふーみたいになるんだけどでもなんかなんだろう、その思い出というか、さくらちゃんを通じてなんか思ってたその時の気持ちとかを思い出しながら見たりとかして、すごい懐かしいね、うん、気持ちになれて、またね、あのさくらはまだ続いているので、うん、あのうね、もう一期分これからもっとそう、うん、面白くなっていくはずなので、ぜひぜひ、はい、あの見ていただければなと思います、うん、なんか地上波にもしてくるらしいね、今あの NHKBS でしかやってないんですけど、うんうんうん、あのまた今度あの普通に NHK のなんだあの普通に見れるやつ、うん、なんだろう、うん、なんだろうね、やるらしいです、はい、NHK 総合、 NHK 総合かな、わかんないけど、あ、じゃあ見れるようになる、私見れます、見れるようになるので、 E テレでやるようになるので、うん、ぜひ E テレに降りてきたら、うん、みんな見てください、うん、はい、はい、というわけで、はい、はい、そんな感じで私たちのね、こまず振り返りだね、うん、振り返り全員さ、多分違うんだよね、うん、あの、最初と全く一緒ってのはないないね、順位も入ってても順位が変わってたりとかね、してるね、うん、から、うん、なんかやっぱりなんだろう、あらすじとかを見て、私たちのその思ってるものよりもやっぱ生でその見たものっていうのが強いんだなっていう私の中の印象なんですけれども、いや、うん、本当に、うん、なんかあの1位がさ、1位がさ、私たち1回もこの中入れてないものっていうのが面白いよね、あ、そうね、お互いさ、入れてないものっていう、お互い入れてないの持ってきてる、うん、そうだね、しかもみんな予想外予想外に心を打ち抜かれたものっていう、そうだね、でもいい意味で期待を裏切ってくれたからね、うん、そんな感じでね、はい、今回はあの2018年冬アニメでやらせていただいたんですけど、で今ですね、はい、まさに2018年春アニメが始まろうとしております、始まってるのも、始まってるのもありますけど、始まってるものは始まってるっていう、はい、というわけで、あのまたですね、前回と同様に、はい、あの2018年春アニメをざらっとあの欄にしてまいりました、よいしょよいしょ、こんなにある、すごい、春のが多い春のが多い、冬よりもね、もう細かすぎて多分寄ってもあんまり見えないんですけど全然見えない、全然見えない、そう、多分ね、あの冬アニメはあの2枚ちょっとで終わってたのが、春アニメもう3枚に切ろうとしている、本当多いですよね、はい、というわけでですね、4月うん、どんどんどんスクロールするのめっちゃ大変でしたからね、そうそうそう、でこれに付け加えて、あのさっきのカードキャプターさくらだったりとか、まだ今までずっと続いてるものもあるので、まあアニメ業界盛り上がってるなっていう感じなんですが、うん、ね、なんかね、このね、ずらっと並んでるのを見ただけでもこう、まあゴールデンカムイとかね、そうすごい話題のやつがね、そうなの、ずっと私年間買ってますあとね、私的にはあっくんと彼女とかね、あ、なんかあのピクシブとかで連載してたやつがだんだんアニメになり始めてるよ、ね、みたいな、うん、他にもオタコイとか、オタコイとか ね、 そう、あとはね、フルメタルパニックとかね、あーね、待ってた、フルメタ、待ってた、ね、ずっと やってこなかった、そうそう、やるやるみたいな感じで、そう、なんか前からや、あのやるやるって言ってたものが、うん、はい、なんかまたついにアニメ化するとか、うん、そういうのも多くて、うん、メジャーのセカンドとかね、そう、なんかその昔から好きだったものがまた新しく、うん、あと銀河英雄伝説もそうか、うん、そう、ね、っていうのが多いなっていう印象で、うん、まあ、またなんかあとキャプテン翼、ね、まさかの今っていうね、そう、私キャプテン翼を新規のアニメとして見れる世代になったんだみたいなねびっくりみたいな、確かに、はい、キャプツバすごい、なんかいろんな意味で気になる、あと稲妻イレブンとかね、またやるんだみたいな、あ、ね、スタンドアニメでしょ、そうそう、あとバンガード、え、あ、バンガード、あとバンガードもね、バンガードもスタンドだから、ね、あと僕のヒルアカデミア、すごい、もう待ってたんですよ、待ってました、そういう感じでね、なんか楽しみなものがたくさんある中、はい、またですね、私たちの中で楽しみな第3位までを決めていこうということで、はい、皆さんにやってきてもらいました、はい、でこれはですね、一気に上げていこうと思うので、みんな用意ができたら言ってね、私も用意するからね、はい、よっこいしょ、はい、みんな用意できた、大丈夫、はい、大丈夫です、ちょっと待った、はい、じゃあ待ちます、待ちです、待ちです、うん、はい、できました整いました、はい、ではいきます、はい、せーの、じゃん、じゃららら、何、でででん、見えないんでね、お互いのやつ、うん、まず、みさきちゃん、はい、はい、3位、魔法少女サイト、はいはいはい、2位、オタクに恋は難しい、あ、そうね、1位、ピアノの森、はい、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、
でまたちょっと一個ずつ見ていってから見ていってからにしましょうか、うん、はい、はい、あかりちゃんが私は3位になんで1位だけ頑張るのなんで1位だけちゃんとしてるの1位だけちゃんとしてるのそうじゃん2位ちゃんとしてるのちゃんとしてる、ね、はい、3位がロストソング、うんうんうん、で2位が、まあ、ソーダアートの、あ、はいはいはい、あのガンゲリルオンラインですね、うん、で1位がシュタインズゲートの、うん、あのゼロ新しいやつ、はい、うん、はい、はい、私が、3位が魔法少女俺、うん、と、あ、2位がオタクに恋は難しい、はいはい、1位がレイトンミステリー探偵所、レイトン教授、カトリーの謎解きファイル、ね、はい、はい、というわけで、うん、じゃあ、まあ、被ってるものは一緒にやっていくということで、美咲、ね、ちゃんから3位からちょっと紹介していっていただきましょうか、はい、3位の、魔法少女サイトっていうのは、はい、あ、 ありがとうございます、あのですね、うん、こんな魔法少女、そう、俺ともちょっと迷った、ね、あ、そう、なんか魔法少女ものが2つ並ぶっていう、まさかだね、そうだね、しかもあの、こんなにファンシーな名前をしておきながら、うん、あのホームページ見たらめっちゃえぐい話、うん、これひどいよ、基本魔法少女ってえぐいものに最近はなってきてるから ね、うん、ね、窓マギから、そう、窓マギ以降、うろぶちマジックですね、グロくしてなんぼみたいな、はい、はい、というわけで、どう、3位ね、はいはい、はい、はい、魔法少女サイトっていうのは、うん、はい、不幸な人間にしか、うん、出会えないらしい、あの謎の、うん、あのこう魔法少女サイトっていう名前の、はい、ウェブサイトがあるんですけど、まず主人公が、中学2年生の14歳の女の子、うんうん、朝霧あやちゃん女の子なんですけども、はい、ずっとクラスからいじめを受けてたりとか、うん、あの家ではあの、まあ、お兄さんから虐待を受けてたりとか、うん、あのもう本当にあの日々あの精神的にも体力的にも、うん、あのそういういじめとか虐待から耐える日々をずっと過ごしていて、あのずっと死ぬことばかりを考えていたですね、うんうんうん、でそんな中に、魔法少女サイトっていうウェブサイトに出会って、その中で魔法の力を秘めたステッキ、あの、はいはいはい、銃の形をしているんですけど、素敵と言いつつ、 その銃を手に入れるようになるんです、うんうん、で、そこからあの魔法の力を手に入れることで、うんうん、なんだろう、それがね、確かちょっと自分も記憶曖昧なんですけど、撃つとその人を違う場所に飛ばせるみたいな能力らしいんですよ、転送能力だね、うんうん、な能力らしいんですけど、まあね、そういう魔法の力をこう手に入れたことで、うん、まあ、他にもあの同じようなあのステッキを持つクラスメートの八つ村さんとか、うんうん、いろんな魔法少女とこう出会っていくんですけど、 その、まあ、そこで、まあ、ちょっとね、運命がまた苛烈な、うん、過激な運命が、うん、過激な運命待ち受けているのね、待ち受けていて、どんどん巻き込まれていってしまうと、巻き込まれていってしまうのね、うん、なるほどね、そういう、なんていうのかな、結構残酷なシーンもすごい多いんですけどだいぶね、よくアニメ化するなと思ったもん、うん、私これ、うん、あと、友情と、まあ、青春、うん、そして、また運命を、変える戦いの記録というふうにホームページは締めくくられています。なんかなかなかさ、はい、最近のなんかそういうさ、女の子が何、うん、だろう、対峙するその運命的なものってさ、うん、なんかやっぱいじめだったりとか、虐待だったりとか、うん、なんか精神的にやっぱ削られてるっていうのが多いよね、うん、なんか昔はもうちょっと何だろう、悩みって言ったら好きな人と両思いになりたいとかなんかそういう可愛らしいものから、うん、なんかそういう現実的になんか自分が孤独になっていくっていうところから始まっていくのが、うん、なんかね、全然私たちの魔法少女とは違うねそうだね、私たちの知ってた魔法少女とは違う、今だからこそ描ける魔法少女サイト、うんうんうん、っていうなんか作品なのかなと思って、今までにそれこそね、魔法少女をテーマにしててなかなかなかったかなと思うので、うんうんうん、ちょっと期待を込めて、はい、はい、この作品、はい、あと4月1日の、うん、エイプリルフール企画なのか知らないんですけど、オープニングを、うん、中尾流星さんが歌ってなんでそれの映像を流すっていう、うん、なんかホームページのトップ画面でそれがすごい、そんなことしてたの、そんなことしてたの、え、知らなかった、すごい、なんかちょっと何してんのって思って、うん、中尾さん最近仕事選ばないはい、はい、でまあそんな感じなので、はい、はい、ちょっと楽しみにしてる、うん、作品になってます。もう始まってるんだっけ、はい、いや、これからこれはこれからですね、うん、はい、今週中だった気はします、うんうん、でも大体今週中に始まるよね、うん、全部ね、うん、はい、2位は私と同じなんだよね、オタクこれね、でも私も入れようと思ってた、
とおたこいは、うん、結構話題になってましたね。そう、さっきもちょっと言ってたんですけど、これピクシブで、うん、ずっと連載をしていた藤田さんというね、あの方が連載をしていた漫画で、うん、2014年かな、そうですね、うんうん、2014年でオリジナル漫画作品の中でブックマーク数歴代1位を記録して、そうそうそう、私も更新するたびに見てた作品だったので、すごいなんかびっくりしてます。まだ、ね、私これね、見たことなくて、原作買ってる。あ、そうなんですね、単行本で。私ピクシブでね、読んじゃってるから単行本買ってないんだけど、ピクシでも、ピクシブでも読んでるし、買ってる人、うん、そこですごいおすすめだよね、うん、そうそうそう、なんかうん、なんだろう、ギャグなんだけど、うん、その恋愛に対しての悩みとかもちゃんとあったりとか、うん、なんかその、なんだろう、現代においてそのオタクっていうのが珍しくなくなってきちゃっているから、うん、最近、ね、なんかそのオタクっていうのが、うん、まあ、どういうものなのかと、うん、あと一般人とどう付き合っていくかみたいなね、うん、まあ、でもその、そうですね、そのなんだ、彼氏の方もゲームオタクだから、うんうん、別にね、一般人との付き合いとかでもない。そうそう、ね、主人公がね、隠れ腐女子の OL のなるみっていう女の子なんですけど、そこで重度のゲームオタクのヒロタカっていう、うんうん、久々に再会するんですよね、確か。そうそうそう、でそこでまた、ちょっといろいろ恋が発展していくような、あラブコメになっているんですけど、そうですね、うん、それこそ今ね、現役で腐女子をやってる方とかね、アニメオタクと、我らのようなね、アニメオタクとか、ちょっとそういう方でね、なかなかこう人に打ち明けられない方もいる、うん、と思うんですけど、ちょっとね、そんな方こそちょっと見ると面白いの、ね、結構共感が、うん、隠したいポイントとかが多分一緒だったりするので、ぜひぜひって感じですね、笑えると思います、楽しみです、はいはいはい、で1位のピアノの森なんですけど、はいはい、これも漫画原作のやつだっけ。そうだね、そうだよね、うん、だよね、これは原作者の一色誠さんっていう方なんですけど、うんうん、自分花田少年誌ってその方が書いた作品がすごい大好きで、うんうん、もう本当その期待度、多分実写映画化してるよね、実写映画化一回してる、それはちょっと初耳。そう、ストーリーとしては主人公の一ノ瀬海君という男の子がいるんですけど、うんうん、森に捨てられてたピアノをおもちゃ代わりに、うんうん、して、まあ、育ってきて、いずれね、そこからまた成長するにつれて、なんだ、青野宗介っていう元天才ピアニストって呼ばれてた、うん、人とか、ライバルとして登場してくる雨宮周平くんが、うんうん、とどんどん出会っていって、ピアノの才能をだんだん開花していって、最終的には、まあ、ショパンコンクールに挑戦していくっていう、うん、本当に海くんの成長ストーリーっていうなんですけれども、うんうん、これすごくすごいなって思ったところがあって、うん、はい、今日ちょっと特番を見てきたんですよ。おうおう、ここに出てくるピアニストたちがいるんですけれども、うん、本当に リアルにその国出身のピアニストの方が弾いた演奏をキャラクターに当ててるんです、それぞれ。なんかのだめの時も、のだめカンタービレっていう音大の話があったんですけど、うんうん、まあ、ドラマとかにもなった、ね、あれもアニメーションの時には実際にピアニストの人が弾いて、それにアニメを当ててたんですよ、うん、そう、同じやつを各国でやってるってことですね。なるほどね。それを例えばフランス出身の女性 の、うんうんうん、ピアニストのキャラクターだったら、うん、本当にそこ女性 の、 フランス出身 の、 今話題 の、 ピアニストさんが弾いてたりとか、うん、そのキャラによって、でちびっこた、その幼少期がね、結構小学生の時とか出てくるんですけど、うんうんうん、その時の演奏は小学生の子たちが、小学生で今話題 の、 これニューヤングたちが、うん、そう、弾いてたりとか、キャラクターと実際の演奏者のこう、ピアノの音が音もマッチしてるよっていう感じ、うん、マッチがすごいなんだろう、ちゃんと組み合わさってるというか、うん、あと年齢とかも結構20代の若手の方がすごい多くて、うんうん、そこでショパンコンクールで実際にファイナリストに選ばれた方とか、本当に実力者を揃えて、でしかもキャラクターに合わせて、なるほど、でまたね、モーションキャプチャーを使って、実際に指の動きとか、うんうん、なんか30箇所以上つけてるんですって、うん、モーションキャプチャーの機械を、すごいね、で、それをまあ3
3DCG みたいなのと組み合わせて、あの実際にそうです、あのアニメがで、あの指の先の動きまで明確にして、あの再現している。いや、さすがだね、すごいね。結構力を入れてるあのみたいで、ね、あのすごくそこも楽しみだなと思って。なんかさ、こういう音楽系を扱うアニメの時に私すごい注目して聞いちゃうのが、うんうん、なんかあの例えばさ、あのなんていうの、あのダメじゃないんだけど、うんうん、あれもなんか人によって吹き方の癖っていうのがあって、うんうん、なんかあのこの子はこういう吹き方してこういう性格だからこういう癖が出ちゃうとか、うんうん、なんかそういうところの細かいところまで作ってくれてると、うん、 あのなんか音マニア的にはふーってなる。そう、あのこのね作品ででも、うん、あのさっき出てきた元天才ピアニスト の、うん、あの青野宗介っていうキャラクターは、うんうん、あの小学校の時の音楽教師として出てくるんですけど、あの反田亮平さんっていう、うん、あの24のピアニストの23かのピアニスト、うんうんうん、あの実際に今活躍されてるあのピアニストの方がやってるんですけど、あの実際にその自分がオリジナルで弾いた時の演奏と、うんうん、その宗介バージョンで弾いた演奏とっていうのを、うんうん、あのその特番で披露してくださってて、あのその宗介は、あの宗介先生は、うんうん、あの事故で左手がちょっと、うん、あの不自由になっちゃってて、うんうん、あのなんか遅れるんですって、あのどうしてもあの速い動きについていけなかったりみたいな、うんうん、でそれをあの表現するために、あのその反田さんが、うんうん、あのすごくそこをあの気にし て, 気にして、あの宗介先生が多分弾くんだとしたら、こういう感じ、指がその追いつけてない分ちょっとこう落ち着いた感じで弾くんだろうっていうのを、あの気にし、あの意識して、あの弾いてくださって、で、あのなんていうのかな、その実際のオリジナルで弾いたバージョンと、うんうんうん、あのキャラクターに寄り添って弾いたバージョン全然違うんですよ。そこがすごい面白くて、こんなに違うんだと思って、でそれがしかもやっぱりあの国ごとにやっぱ色も出るらしいので、うんうんうん、 そうだよね、そこにやっぱ合わせて、ピアノって繊細だからそういうのすっごい出るって聞いたことある、うん、やってる、あのやってますって言ってて、うんうん、すっごいなんかそれは期待できるなと思って、ぜひぜひ見る方はそのあたりも注目して見ていただければと思います、はいね、はい、実際 の, あのピアニストの方に申し訳ないと、あのちゃんと作んないとって言ってましたからね。まあまあ、そうだよ ね, ね、うん、そうだよ ね, ね。でもなんか私もピアノやってたからさ、あのやっぱ指の動きと音が合ってないと違和感感じたりとかするから、多分楽器やってる人って多分 ね、その楽器の時ってそうじゃない、だからそ う, やっぱそういうとこまでこだわって作ってくれるのはすごい嬉しいと思 う, う, ん、うん、安心して見ればね。そうなんですよ、うん、だからすごい、自分はあの、まあ、音楽やってる身としても、あの単純にアニメファンとしてもすごく、うん、楽しみだなと思って、うん、ちょっと1位にさせていただきました、うん、はい、ありがとうございますというわけで、はい、はい、じゃあ次はかねちゃん、はい、行ってこう行ってこう何どうしたの、ごめん、今あの美咲ちゃん の, あのカンペにあの絵が載ってたんで、イラストが載ってたんだけど、ちょっとね著作権の関係で見せられないんだけど、すごいって顔してるところで、おたこいのやつだよ ね, のやつね。なぜそのシーンっていうのがちょっと面白かったです、すいません。そうそうそう、はい、というわけで天海の、はい、こちらですね、順位はこんな感じなんですけども、はい、まず第3位から、はい、はい、ロストソング、はいはいはい、で、マニーニーがまたあのこのソードアートオンライン、うん、オルタナティブのガンゲルオンライン、うん、で、1位がシュタインズゲートゼロ、はい、ということなんですけども、はい、まず3位、うん、ロストソングがですね、まあ、あの歌がすごくキーになってて、うんうん、これも音楽なんですよね、一応ダブルヒロインになっていて、うんうん、鈴木好美さんとあとあの田村ゆかりさんが、うんうん、実際に音楽活動をしている方、そうなんです、ね、うん、そうなので、てて、まあ、これは実はその結構前から知って、うん、出て、なんでか作品として、そう、あの、まあ、オリジナル作品なんですけど、やるってことを知ってて、なんでかというと、あのゆかりファンの方が、うん、からですね、うん、あの王国民の方がイベントチケットを当ててくれまして、で、あのトークショーみたいなのに行ってきたんですよ、うんうんうん、で、まあ、その時は、まあ、声優さんの話聞けるしぐらいの感覚でちょっと行ってきたんですけど、うん、なんか蓋開けてみたらすごい音楽もすごい良かったりとか、うんうんうん、あとなんかアニメの設定とかもすごく私好みな感じで、うん、まあ、やっぱり
りその歌がすごくキーになってて、そこのトークイベントでその話をしたってことね。そう、そうなの。でそこで、あ、こういう話なんだっていうのすごく見て、なんかまああのちょっと違うと思うんですが、まあ、ワクロフロンティアみたいな感じで村娘のことを囚われのお姫様で、もうこの歌が希望に変わるか絶望に変わるかっていう、そういう歌の力がすごい重要な国っていうか、そういう話なのね、ような感じなので、うん、ぜひねすごく楽しみにして、やっと放送されるね、うんうんうん、ということで待ってましたということ、待ってましたということで、満を持してのサインになってます。はい、うん、はいはい。で2位のソーダートオルタナティブガンゲールオンラインなんですけども、はい、うん、これはですね、あのずっとあの元々のソーダートオンラインとまた、まあ、うん、派生みたいな感じで、うん、外伝みたいな形でね。そうなんです。あの昨日の旅を書いてらっしゃる方が、うん、あの黒星紅白さん好きすぎて作ったっていう、渋沢さんと黒星紅白さんですね。そうなんです。あの書いたっていう作品なんですけど、はい、ね、分かってたの、原作見てる時からアニメ化するって絶対に、うん、私分かってたので、出たかった出たかった出たかったけど先になっちゃったから、はい、まあ、そういう意味でもすごく、あの、なんだろう、まあ、その、まあ、銃の、うんうん、もうここにガンって書いてあるので、ね、あ、そう、あのソードアートオンラインってゲームの中に入って戦ったりとかするアニメーションなんですけど、もともといるそのキリトくんとかの話、キリトくんが入ったガンゲームオンラインっていう、ゲームの世界、ゲームの世界があるんですよ、シューティングゲームの、うん、ね、そのシューティングゲームを軸にしたお話なんで、今回はソードアートオンラインの元々のキャラクター出てこない、来ない、来ないね、あの人的な感じで、そうだよね、あのなんか、そう、うちの神様みたいな、その感じのノリでは出てくるけど、うんうん、明確な名前だったりとか、世界観は同じだけど、そう、あのキャラクターも全然違うよっていう話ですね。全く別の話です。でまたこれがね、こう一癖二癖もあるキャラクターたちがすごくいっぱい出てきて、あので、基本はまあその世界を主軸のした、まあ、ヒロインの女の子だったりとか、周りの成長、心の成長ももちろんある、そんなお話なので、ぜひぜひこれもね、きっとヒロインは女の子なの？女の子です。あの主人公が女の子 で、 女の子で、その子を主軸にして戦っていく感じ。そう、あのすごいね、あのモデルさんのような身長が高くて、それがコンプレックスで、この世界の中ではこうチビキャラを使ってるっていう、ね、そういう設定ですね。オンラインゲームなんで自分の好きな姿形になれるっていうのが、うん、またここのなんかソードアートオンラインシリーズの面白さの一つ、うん、なんですよね。なんかすごい女の子なのに中身おっさんだったみたいなそういうのとかもあるんじゃないかなと思うので、はい、なのでぜひこれもおすすめなので見てみていただけたらと思います。はい、はい、はい、で堂々たる第1位、もうこの気合の入り方が違う、はい、このシュタインズゲートゼロということで、もともとシュタインズゲート自体が多分ゲームが元だと、ね、うんうん、思うんですけど、アプリゲームだったんですか、パソコンかな、もともとはそうだね、そう、パソコンゲーム で、うん、でそれでまあアニメになって、うん、映画になって、うん、で一回そのアニメも終わった後に去年かな、うんうん、の時、春か夏か忘れちゃったんですけど再放送しまして、してたね、うん、そうなんです。で終わりが違うっていう、うんうんうん、エンディングが違うっていうので再放送して、あのこれはまあ、あの要はタイムリープ系のお話ではあるんですけど、まあ、主人公の法王院京馬とまま名乗ってる名乗ってるマッドサイエンティストがいるんですけども、あのクリスチャンなるあの、まあ、ヒロインの女の子が、まあ、死んでしまう世界を救いたくて、まあ、あのタイムリープを繰り返すんですけど、彼女が助かると自分の他の大事な人が死んでってしまうとかなってしまうので、まあ、それでどうしよう、うんうん、で、あの多分本編の方はなんとかこうなんていうかのこう世界線がなんとかみんなが無事な世界を見つけられそうってったところで、もともと終わってたのが、去年やった再放送の時にもうそれを諦めてしまう、うんうん、そういう世界線に変わったってことね。そうメインのヒロインがもともと死んでしまうっていうところで終わってるですね、うんうんうん、でそれがその後の、まあ、エピソードゼロ的な、うんうんうん、あの話になっていて、うん、その回をやるっていう、ね、その後の話なの？そうです、その死んでしまうことを受け入れた後の話なの。はい、で元々のその大元の話 も、まあ、その元の世界に生きてること、うん、このゼロが元で、まあ、タイムリープしてきてる子とかもいるので、うんうんうん、まあ、その子が元々じゃ存在するために必要だった世界、うん、あ、
っていう、そういう感じですね。なんかいろんなその世界線と呼ばれているのが、うん、まあ、要はパラレルワールドなんですけど、なんかあのここに生きてる私と、うん、もう一個の世界線で生きてる自分は、うん、同じ自分なんだけど違う生活をしていたりとか、こっちの軸、うん、時間軸ではあの私は死んでるとか、はい、なんかそういう世界線っていう、そのここならではの話があるんですけど、はい、テテテテテテテ、いつもいつもいい、あの愛の手入れてくださるありがとうございます。テテテっていうのはね、そのあの花澤香菜さんが演じられてるね、あの、まあ、この子もある意味ヒロインみたいな子なんですけど、その子のねよく言ってる口ずさんでる、なるほど、うん、これにかぶせてあるっていう。そうです、そうです。なんかすごいよね、秋葉原とかでさ、そのなんかタイムマシーン起こってきたりとかしてたよね。そう、なんかそういう、そのなんだろう、もうみんなからのその支持がすごく熱くて、もう面白いっていうのが、そうなの、もうゲルバナとか作りたくなるもん。あのゲル状のバナナの略でゲルバナなんですけどそう、それが結構タイムリープするのに、こうシステムをこう分かるきっかけになる大事なキーアイテムなんですけどね。そう、なんか、うん、あの知れば知るほど、あの噛めば噛むほど味が出るじゃないんですけど、なんか、ね、深く考えれば考えるほど面白い話っていうので有名なので、ぜひここから見始める人でもね、うん、今からでも多分ここの世界線を知って元の話を見るとまた違う見解がきっと見れると思うので、うん、ぜひおすすめです。はいはいはい、はい、というわけで私のマリエさんランキングなんですが、はい、うん、はい、私第3位が魔法少女オレなんですけれども、これもねムキムキなやつだよね。私ね、うん、これね、もともと実はなんで本屋さんでこれおすすめって言って立ち読みできるとこあるじゃないですか、ちょっとだけ、うんうんうん、第1話から2話くらいまで立ち読みできる、薄く、そう、開けられてるやつの時に立ち読みして、うん、これすっげえ面白いと思ってたのが、うん、いつの間にかアニメ化してたっていうですね、うん、やつなんですけど、こちらがですね、東京 MX にて、4月2日から、もう始まってるね、うん、そう、第1話も始まってるんですけど、うん、制作がピエロプラスさんでやってるんですが、うん、こちらが、駆け出しアイドルユニットマジカルツインっていう、うん、日夜芸能活動に挑んでる宇野咲希という女の子が主人公でして、実際は女の子なんですよね。そう、女の子なんです。ちゃんとそう、女の子が、うん、ちょっとあるきっかけで好きになってしまった、うん、三影もひろという男の子を、うん、守りたくて、うん、ある脅威から守りたくて魔法少女になる力を手にします、うん、で魔法少女になれた、よし変身すると、変身したってなったら男だったっていうなぜっていう、でも確かに理にかなってるんですよね、うん、女の子の力じゃかなわない敵もムッキムキの男なら勝てるっていう、うん、確かにっていうかなりのマッチョ面だよね。そうで、まさに物理攻撃みたいな。そうそう、で助けてありがとうって言ってすごい感謝されるんだけど、感謝されてるのは男の私みたいな、うん、っていう、そういうなんかもたもたした恋愛、ジレンマがあり、ジレンマがあり、でもそういう恋愛話もありっていう、すごいギャグです、うん、ギャグのお話でして、とても面白いんじゃないかなと私は思っております、うん、実際に読んだのがそこだけだから、私もそこだけの知識しかないので、うんうん、多分ですね、見てない方たちと一緒なので、うんうん、私も楽しんでいこうかなと思って、これからがね、これからね、どういう話なのかね、うん、まず芸能活動してることすら知らなかった。そうね、私初めて、あの子芸能活動してたんだ、へえみたいな感じだったからね、知らなかったみたいなね、助けた男の子も芸能活動してたんだみたいな、へえみたいな、その界隈の話だった。そう、まずそこから知らないっていうね、うん、楽しみにしてみようかなと思います。はい、はい、で2位がですね、さっきも話していただきましたが、はい、オタクに恋は難しいですね、はい、いやこれも私ピクシブで読んでたやつなので、うんうん、そのピクシブで読んでた部分しか知らなかったりしたり、うん、するので、うん、アニメになってね、まあ、テンポがつき、音楽がつき、ね、声がつき、どうなるか、もともとは1ページで終わる本当に短いショートストーリーを、ね、どん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 つなげていく感じなので、うんうん、まあ、漫画になって30分じゃないのかな、なんかその枠になったらどういう風に変わるのかなっていうのが楽しみだなと思っておりますね、うんうん、こちらノイタミナナイですね、ノイタミナなんですよ、これ制作が、だから、ね、そう、4月12日からですね、うんうんうん、はい、私ね、今日飲み物持ってきてないからすごい、ね、喉が渇くはい、というわけで私の1位、はい、はい、はい、冷凍ミステリー探偵者カトリの 謎解きファイルでございます、はい、私ね、もともとね、謎解きのゲームがすごく好きなんですよね、うんうん、逆転裁判しかり、レイトン教授しかり、うん、で、私レイトン教授のシリーズもすごく好きで、うん、ゲームも全部やったし、映画も見に行ったり、うん、あと謎解きイベントにも行ったりするくらいすごく好きなんですけど、レイトン教授のやつ以外やったことがなくて、でいつの間にかこのカトリーっていうのが何ぞやっていうと、うん、レイトンの娘っていう、
え、娘いたのみたいな感じの衝撃から始まるっていう。え、娘の話なの？そうなんです。カトリー・エイル・レイトンっていうですね、レイトンの娘が、カトリーの謎解きファイルもね。そうです。これ主人公レイトンじゃなくて、そうなんだ、レイトンの娘のカトリーが主人公なんです。完全にレイトン主人公だったのか。裏切られ、まあびっくりみたいな、レイトン娘いたのっていう、まずそこのびっくりから始まるんですけど、ね、はい。で、そのレイトンっていうその探偵事務所をやってる人がいるんですけど、うん、そのレイトン教授が失踪してしまうんですね、うん、ある日突然で、お父さんがどこに行ったのかを知りたい、うん、助けたいと思ってるんだけど、まあ、手がかりがないのでどうしたもんかっていうので、うん、レイトン探偵社っていうのがあるんですけど、そこをカトリーが引き継いで、うん、お父さんの手がかりを探していくっていう大まかなあらすじらしいんですよね、うん、なので多分もともとレイトン教授が好きで、そのレイトン教授 その今までやってきたキャラクターとかを知ってる人にも多分楽しめますし、うん、これからレイトンとは何ぞやっていうのを知る人に、ミステリーとか謎解きとかが好きな人にはもうすごくおすすめのアニメだと思っております、はい、きっとね、謎解きとかやると思うんだよね。そうだね、来週まで続くみたいな感じできっと謎解きをすると思いたい。あ、知らないけど、コナン君、ネクストコナンズヒントみたいな、ネクストレイトンズヒントみたいな感じでね。でね、すごい個人的な話になるんですけど、はい、エルシャール・レイトンっていうですね、うん、すごく真摯な探偵の人が、うん、主役の人がいるんですけど、うんうん、それがもともとゲームで大泉美容さんが声をやられていたんですが、ね、なんと今回ですね、アニメになるに従って声優変わりまして、ね、山寺浩一さんになりました。どっちにしろ私に多いし、はい、なので私、山寺さんすごく好きなので、うん、私の好きなレイトンを私の大好きな山寺さんがやるっていうですね、素晴らしい、大好きなものと大好きなものを組み合わせたらすごく好きなものになるっていうですね、はい、うん、原作レベル5さんというね、妖怪ウォッチとか制作しているゲーム会社さんがやっておりまして、うんうんうん、ライデンフィルムさんというところがアニメーション作っていますので、ぜひぜひ、はい、4月8日より、うん、今週ですね、はい、そうだね、はい、楽しみにしております、うん、朝なんだよね、日曜日の朝8時半からなの。出た、私また日曜のゴールデンタイム。私日曜日しか今期見ているものがない。8時半、うん、8時半。プリキュアかな、かぶるじゃん、プリキュアとかぶってる。どっち撮るかの戦争だねこれ。撮ってみてる、撮るしかないですよ、撮ってみてるから。もう戦争とかない、両方だってうち撮れない、じゃあ片方は見るしかない、リアタイで、リアタイで見るしかない、出勤時間だ、見て撮るしかない、はい、というわけでですね、はい、なんか今回は、うん、なんだろう、なんだろう、真面目なって言うとあれなんですけど、シリアスものを私結構惹かれなくって、心が。そうだね、なんかこう、なんかちょっと子供向けというか、ほっこりしてるものから、うん、少女漫画的なやつが結構好きらしい、うん、ね、私と真逆だね。そうね、だいたいあかねちゃんとでも真逆だ。でも私もソードアートオンラインはすごく楽しみにしてます。自分もソードアートオンラインすごい気になってますよ、うん、でも多分ソードアートオンラインはあかねちゃんがあげるだろうなと思って、やっぱり分かってた。そう思った。下げとソードアートオンラインはきっとあかねちゃんがあげるかなと思って、おたこいは多分どっちかがあげると思ってた、うん、絶対1個かぶります。そうそう、だいたいかぶ、カズキャプターもこの前かぶってたから ね、そうですね、なんかそう、やっぱり自分が見てたものがアニメ化されたりするとやっぱりどうしてもね、気持ち入れて見てしまうところがあるので、おたこいとかはすごく楽しみです。はいはい、はい、ね、まあそんな感じで2018年の春アニメが始まります ね、他にもまだまだたくさんね、あえてこの3本に絞りましたけども、そうそう、楽しみにしてるのあるので、今期マジ撮るの多いんですよ、うん、ね、なんか数も多いし、なんかやっぱりさ、その3ヶ月っていうのが早いね、早いね、あっという間、つい最近その冬アニメの話した気がするのに、もう春アニメの話してるみたいな。4月になるの早いよっていう、うん、でもなんかこうやって定期的に新規のアニメが始まるたびに、うん、こうやって何かこのさ、ね、ここで話せるっていうのがすごく私的にはいいなって思う。そうだね、あんまりこういう会議しないからさ、なかなか普段さなかなかこういうのしないよね。何見るって言ってもさ、なんかやっぱこうやってこうやって上げてって、うん、あ、まあ私もそれ見るかなとかで終わるけど、うん、なんかこうやってランキングにしていくことによって、なんか自分がどうしてこれが見たいのかを深く掘り下げることができるので、うん、探求してるね、探求してるよ。これこそ探求です ね、そうですね、はい、ということでですね、まあ、今後も私たちもこうやってアニメを応援していくので、はい、ぜひぜひ見ている皆さんもですね、新しいアニメを見て面白いところがあったりしたら私たちに教えていただけると、私たちも、はい、あ、そうなんだって思うので、はい、ぜひぜひ教えていただければと思いますね。お願いします。はい、そう言ってね、あと18分、ね、あと
意外と結構ある。意外とあるけど。載ってなかった、ここに載せなかったやつとかちょっと話しちゃう？でもね、気になるもの話し始めるとね、私たちきっと長いんだよね。うん、そうね、今回特に本当に話す、なんか本当に多いですよね。多い。数が。そう、もともとのそのなんか2期以降からやってるものも多いけど、うんうん、宝石の霊説とかもね、また新しく始まるし。うん、そうだね。生き物が結構やっぱ、うん、多かった。あ、東京グール。あ、そう、東京グール。すごく気になってます。RE。東京グールって言っちゃう。私はやっぱね、ここに悩んだのは、まあ、他にもいっぱいあるけど、まあ、古めたと、うんうんうん、やっぱね、こう、期間を置いて、あの、さくらちゃんみたいな感じで、やっぱしっかり作ってくれるんじゃないかなっていうのと、あと、ゴールデンカムインがもともとすごく原作好きで。ゴールデンカムインはすごく、あの、前々からのプッシュが、うん、やっぱすごかったですね。そうだし声優さんもすごく豪華。そうなの、うん、だからちょっとだどっちかっていうときっと話はも私はもともと面白いの知ってるので、うん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 、どこまでやっぱり原作の良さを継いでくれてるかっていうのがちょっと嬉、うん、なんか楽しみでありドキドキしたりとか そんな感じですね。あとね私はゲゲゲの鬼太郎がおすすめしているよ、うん、ね新しくなって4期5期6期です。6期か全然です。結構ねその間が空いてて今あの5期から6期の間が、うん、なので、ね、あのこの前第1話が放送されてたんですけど、うん、さっきのあのカードキャプター桜現象で、うん、あのスマートフォンをみんな使うようになったから新たななんかその妖怪のそのなんですつける好きじゃないんですけど、うん、目玉の親父がこれは何って言ってアプリをこうタップするっていうそういうのもね見てねあなんか時代進化してってるって思ってあれですよね、声優もまた変わってますよね。あ、そう、一新されましたね。鬼太郎役があの沢城みゆきさんになりまして、目玉の親父が野沢さんになるっていうですね。ね、なんとも。そう、元鬼太郎が巡り巡って親父になるっていうですね。あと、キューティーハニー。キューティーハニーも個人的にすごく楽しみにしています、うん、私あのお前はまだ群馬を知らないが、そうそうそう結構やっぱ原作の漫画もすごいスピーディー な、ね、結構展開に、ねね、なってるのでそれがどういう風になるのかなって群馬テレビでしかやんないそうそうやんないかも、うん、地上波はやんないってほらだって群馬は日本じゃないってね国境があるからそういう漫画だよそういう漫画だからねネットでは見れるって書いてあったかもしれない、うん、なんだっけネットフリックスかネットフリックスかフルかどっちかで見れた気がする、ね、あとなんかの絵の破壊力がすごかったのが、うん、さっきやったのあの魔法少女の俺と、はいはいはい、あとあの宇宙戦艦ティラミスもうギャグでしかないんだろうねあれきっとねティラミス予約しようと思って見たらあれ5分しかない そうなのあの絵の画角で5分しかないんだみたいそうなのどんなんなんだろうっていうね本当にティラミスかそうあと居酒屋異世界居酒屋も気になるこの前異世界食堂がすごく好きだったから、うん、面白かったよねこれなんかあれですよねあのネット配信、うん、あ本当そうだっけ、うん、メイクしてくれたったけどなんか自分ポロッとしたらなんかとそうなんだなんか番組あれだった気がするそうなんか最近ネットでしか見れないアニメも増えてきて、ねうん、なんかあのそういう有料のネット配信のやつ登録してない私はお手上げ状態です、うんうん、B すごい見たいんだけどな自分もお手上げです、ね、全然無料でしか見れない、うんうんうん、こうお食事系とかってなんかマイクールなんかしら入るね確かにそうだね今もだって小泉さんとか、うん、今回あれですよね食劇のソーマも、うん、ソーマも入るし食劇のソーマも多分何かで入ってきてる ね入ってるし、うんあと、まあ、グールもある意味食事系だし、うん、そうかな本当に言ってるグールはなんかまた捕食しかも捕食今回は、うん、あのあっちのあのなんだ警察じゃないけどあの、うん、今までそのグール側で書いてた目線の、うん、敵側の、うん、目線で今度また書かれてるから、うん、あのまたその今度はグールが敵になるわけですよ、うん、はい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 だからそれがまたねどういう展開 展開を迎えていくかでしかも、うん、あのその当時の金木くんの代から 2,3 年後くらいのが舞台なので、うん、あれから金木くんはどうなったんだとか登場キャラクターたちはどんな風に生きてるのか、うん、そもそも生きてるのかってのか、ね、私の好きな人は生きてるのかどうか不安でいっぱいそうです、ね、っていうところもやっぱ楽しみの一つではありますね、うん、なるほどなるほどそういう楽しみ方がある東京グルある E は、うんうんそんな感じ、はい、なんか今回やっぱり、うん、なんだろうすごくさっきも言ってたんですけどあの美咲ちゃんと偏りがあるよねみたいな偏り激しいですねほわほわしてあペルソナもやるんだあそうそうそうペルソナやる、ね、これちょっと楽しみ、うんうん、ペルソナ5
ブも結構なんだろういつやるんだろうって感じで、うんうん、なんかゲームはすごいね、うんうんうん、やってたけど話題になりましたよね、うん、なかなかアニメ化しないっていう、とカリギュラとかね、うんうんうん、カリギュラもすごい気になってる、ね、気になってた、楽しそうですよね、うん、20本撮るって言ってる美咲ちゃんがね気にならないものがない20本困っちゃう、ね、逆にどれが省かれたんだろうかみたいなむしろそこから言ってた方が早いじゃないかみたいな、うん、本当になんかそのアイカツとかもあのキャラクターをごっそり変えて、あのもう世代交代じゃないんですけど、なんか今までのキャラクターがあのすごいキャラクターを変えて新たにまた、もう一個あるはずなんだよね、アイカツフレンズってね、プリちゃん、プリちゃんかな、そう、その辺もすごく気になってはおります。はい、というわけで、いや今年今、今期も大変っすな、はい、23分でございます、今全然見切れないよ、はい、うん、毎回ね、毎回さ、撮るは撮るんだけど全部撮って置いとくものが結構あるある、だから後から知って今ハマ、今みたいな時あるよね、あるね、まとめてみたいのとかってあるじゃない、そうそう、今更みたいな時あるよね、そう、うん、ね、よくあるんだ私は、うん、見るのが遅いから、うん、その時に追ってるものって2、3個しかなくって、あとあと見て、あの僕のヒーローアカデミアとかずっと撮ってあるんだけど、一期から早く見てください、え、一期から、そう、一期からずっと撮ってあって、まだ見てない、まだ見てください、もう3期始まる、すごいいろんな人から見てって言われてるんだけど、絶対好きだからわざわざ置いといてるの、私絶対好きなの、2期もう見て大丈夫だよ、早く見てください、知ってる、うん、じゃあ3期始まる前には無理だな、無理じゃない、無理だな、もう始まっちゃうよ、だってもう始まっちゃいますからね、ちゃんと全部撮ってあるんだよ、うん、私のハートディスクを圧迫してる、じゃあ、あの毎日1話ずつ、土曜の夕方5時半からだったからね、うん、毎日 1日1本見て、あの、タイムボカンの時間だ、そうタイムボカンが元々出た時間だ、はい、私が毎週見てた時間だ、うん、はい、というわけでね、今期もすごく楽しみということで、はい、はい、あと5分になりました、告知などなどございますでしょうか、はい、告知あるかな、はい、来、あ、4月ですよね、今、はいはい、うん、そうだよちょっと今、時が、4月の13日の、はい、金曜日にひまわり広場で手をつなごうという明治神宮前の、ライブバーで、はい、ライブをさせていただきます、はい、あとまた4月の18日には新大田のクロッシングさんでブッキングライブ決まっておりますので、もしよろしければね、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです、はい、あのツイッターとかホームページやっておりますので、はい、今ね、熱くアニメを語ってる美咲とはまた違う美咲ちゃんが見れると思いますので、ぜひぜひ、もう本当、こっちも賛否両論ある感じなので、こっちも賛否両論ある、コトテピピックに負けてないすごいね、あれに負けてないのすごいじゃんでも、ま、すごいギャップはね、そうだね、感じるよ ね、 そうね、こっちから入っても、うん、音楽から入ってもギャップはすごいと思う、そうだね、すごいと思う、いいギャップ萌えですよ、いいギャップ萌えってやつだね、うん、はい、はい、そんな感じです、はい、よろしくお願いします。遠藤はですね、うん、朗読劇ラッシュが終わりまして、うん、やっと、ね、はい、やっと落ち着きました、あの毎月毎月すいませんでした、うん、なので、あのツイッター個人名で、うん、フェイスブックなどなどやっております。最近ね、インスタグラムをね、もともとねアカウントは取ってたんだけど、うん、全然動かしてなかったんだけど、うん、なんかもう周りがみんなインスタグラムやり始めてるから、うん、ちょっと私もリア充っぽいことしようと思って最近ね、あのインスタグラムちょこちょこ投稿しているので、うん、インスタグラムなどなど見てる方はぜひですね、たまーにしかリア充っぽいことしないから、たまーにしか更新しないんですけど、よかったら覗いてみてください、はいはい、じゃあ、あかりちゃんどうぞ。はい、私もですね、まあ、ツイッターやってます。あとショールームも個人名の方でやっておりまして、はい、一応明日でね、ちょうど190日目になります、うんうん、はい、一回ね5月15日に開設してたんですが、ちょっと一回途切れちゃった時もあるんですけど、さっから毎日朝か夜どっちか1日1回やってますので、うん、ぜひ来ていただけると嬉しいです。あと最近ですね、あのアンドキャストっていうの、はい、バンダイナムコさんのアプリの、エイトレイドっていう枠の公式キャストとしてもやってまして、それはこういうあのショールームみたいな感じで、あのコメントでお話しつつ、やっぱりバンダイ様なんで、うん、あのゲームもバンダイさんなんで、はい、あのゲームも一緒にやって戦いましょうっていう、そういうのをやってますので、ぜひこれはね、一応基本が朝7時半から15分と夜11時から40分間やってますので、ぜひよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、はい、あとですね、はい、はい、まあ、一つ、お知らせといいますか、はい、8月からこの
熊谷とアカレアのアニクエラボスタートしまして、ね、はい、ね、はい、9ヶ月間ですねやってきたんですけども、はい、すいません、あの、はい、アマミーがですね、あのちょっと事務所の方針の都合がございまして、はい、一旦ちょっとこね、ここから離れることになってしまいました、はい、なのでこの一緒の3人の番組としては、あの今日が一応最後の放送になります、はい、急なお知らせとなってしまって、はい、ね、申し訳ありません、ございません、本当に毎月、あ、なんか言ってると涙でそんなじゃけど、本当に毎月ね、あの楽しみにしてたのですごく残念ではあるんですけども、またねちょっと戻ってくることもあるかもしれないので、はい、あのそれまではきっと2人があの楽しくあの番組をあのなんか違う形なのかあのやってくれると思うので、違う形なのか、名前なんか変わらないよ、ちょっと名前変わるでしょ、変える気相当ないよ、え、名前変わるでしょ、いやいや名前はだってね、うん、あのね、2人になるから、アクアリアがあの消える、消えるのアクアリアを解散はしないよ、解散はしないけど、はい、出さないだけなんじゃないですか、ね、そうなんです、なので今度から、はい、あの来月からは私もあのリスナーの一員としてみんなと一緒にね遊びに行きたいと思いますので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします、はい、なので、はい、あのね、今日あの出してくれたあかねちゃんのね、あのランキングがどのぐらいあかねちゃんの中で変わったかどうかっていうのは、うん、ショールームだったりとか、はい、キャストだったりとか、はい、ね、多分個人のツイッターとかであの感想をつぶやいていくと思いますので、うん、今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。というわけでね、はい、まあそんな7月ですから ね、 そうね、出会いもあれば別れもあるですよ、はい、お互いね、お互い頑張っていきましょう、 う、ね、ということですよ、うん、はい、寂しくなればね、寂しい、うん、今後ともね、頑張って、はい、お互い頑張っていきましょう、ね、ということで頑張っていきましょう、うん、はい、そんな感じでね、はい、次回からは、次回が、うん、5月の1日5月の1日になります、はい、同じく、マリアさんのターンだ、あ、マリアのターン、ね、あ、ここで私のターンでもう決めつけられる感じだね話し合いをして後で決めようと思ってたのに、そういうことか、だって前回自分だったから、あ、せやな、せやな、というわけで、あの次回は私が、今日もなんか若干メイン MC みたいなもんだったから、ね、でも内容違うから、はいはい、はい、というわけでやらせていただきたいと思います、はい、なので次回も探求者たまんこと、ではでは、また次回お会いしましょう、さようなら、バイバーイ。